お疲れ様でした。ペコラ様のシールドご苦労様。飲み物。はい、ありがとう。ペコラはシールドですけど、あなたの下僕ではないのですからね。ところで、花園ユリネの仲間が見に来ていましたね。ペルセポネのこと？ポポロンちゃんが招待したの。ほう、ポポロンが自ら悪魔と親交を持つなんて意外ですね。ペコラ様、ファスナーを下ろして。仲良くしてるふりしてるの。ふり？そう、油断させてるのよ。で、天使の力が戻ったら始末するつもり。あの子は冥界の王ハーデスの娘だからね。そんなことしたら大問題ですよ。天界と魔界が大変なことに。知らない。ポポロンちゃんは天界での地位が上がれば何してもいいんだもん。反逆者のレッテルも払拭しなくちゃいけないしね。いくら相手が悪魔とはいえ心を利用するなんて、あなたクズですね。何言ってんの。何をしてでも悪魔は駆除すべきって教えてたのペコラ様じゃない。落ちぶれたペコラ様がポポロンちゃんに意見しないで。シールドのくせに。確かに今のペコラはシールドですけど。ポポロンちゃん。あ、ペコラちゃんもいる。ライブ楽しかったよ。ポポロンちゃん可愛かった。当然でしょ。ペコラちゃんもこんにちは。こんにちは。あ、そうだ、写真集買ったよ。それくらいあげたのに。いいの、ミノスお姉ちゃんのバイト手伝ってお小遣い貯めたから。サインちょうだい。しょうがないな、特別だよ。やったー。ちょっとそんなにくっついたらサイン書けないでしょ。あ、ペルセポネさんへって書いて。ここでいい？うん。はい、どうぞ。ありがとう。ポポロンちゃんのサイン嬉しいな。ちなみにお気に入りはこのページの。そういうの恥ずかしいから。あなたはポポロンが好きなのですね。うん、だって人間界で初めてできた友達だもん。でもポポロンは天使ですよ。天使も悪魔も人間も関係ないよ。友達になったら友達なんだよ。ポポロンちゃんお腹空いたでしょ。キャシンちゃんに教わった美味しいカレー屋さんがあるんだ。あいつのおすすめか。じゃあそこ行こっか。ペコラちゃんは？ペコラはこの後別の現場があるので。今日はダブルシールドなんです。そっか。しょっと、じゃあ行こっか。うん、ペコラ様、ここの片付けよろしく。またね。はーい、お腹すいた。ねー、仲良くしてるふりですか。ふりであんな笑顔ができるなら女優にでもなった方がいいですよ。さてと、後片付けしますか。バイト、次の現場行くぞ、バイト。すぐ片付けます。訳しろ、バイト。あの、バイトではなくペコラという名前が。知らねえよ、さっさとしろよ、バイト。はい。せんだよ、バイト。なんだよ、ペコラって。あらでも言ってんのか、バイト。どうしてこの人はいつまで経っても名前を覚えないのだろう。仕方ない、もう一働きしますか。ペコラもカレー食べたかったな。クイズです。パンはパンでも食べられないパンは。そんなの簡単ですよ。フライは分かりましたの。食品サンプルのパンですの。はい、正解。よっしゃ。新しい。